まあ、私が主に、まあ、都会の生活というのはあまり持続可能的ではないというふうに考えています。パンデミックを経験しておりますが、忍者 生活の在り方の中では、一つは自然環境に分散して生活している、自然環境を守って仲間たちと一緒に力を合わせて情報を取捨選択して賢く生きていくというのが、まあ、忍者が持続可能であるというふうに考えます。忍者についての一般的なイメージなんですけども、まあ、暗殺したりとか特殊任務したりとかあるんですが、それは実は彼らの生活の一部部分であって、まあ普段はやはりその仲間と一緒に自然環境を守って持続的な生活をしていたというのが根底にありますので、忍術は今世界の人たちにとって学ぶことが多いと思います。なぜだ持続可能にしていくためにはどうすればいいのかと、一つは、自分の周りにある自然環境を持続的に活用する力を持っているということ、